アブドゥンラシード藩二世は、ヤルカンド藩国の藩。トルファンの総督であったバーバー藩の長男で、アブドラ・ラヒームの孫、イスマー・イールの老いにあたる。ジュンガルのガルダン・ハーン2679年に、ハミとトルファンを1680年にカシュワルと、ヤルカンドを占領されると、叔父のイスマー・イールは、捕虜となって、イリに連行され、チャガタイ家ので残っていたアブドラシードが、 ガルダンとそれを引き込んだアーファー・キーヤのアファーク、ホウジャによって、ヤルカンドの藩に擁立された。しかし、ジュンガルの傀来国家となった、ヤルカンド藩国において、アブドゥン・ラシードは、ヤルカンドで実権を握っていたアファークホウジャとすぐに、衝突し、これが原因となって1682年に、ヤルカンドで暴動が発生した。アブドゥン・ラシードもまた、ジュンガルの捕らえられて、ビリに連行され、 弟のムハンマド・アミーンがジュンガルによって新たな君主に擁立された。1696年、アブドゥン・ラシードは、ジュンガルを打ち破った新軍によって救出されて、取り調べを受け、敗走したガルダンに関する情報を提供した。ガルダンの死後、アブドゥン・ラシードは、後期帝より、ガルダン追跡に協力した法相として故郷に帰ることを許されたが、その子は事実上の人質として、 北京に止められた。ありがとうございます。